やっやった俺に力を Yeah!
よ。何かガチャッとハマった気がするぞ。俺がわしかといいぜ。やさはっ。ここが出口みたいだね。やっと気が付く。エルサを探さないと。エルサを追いかけよう。
か、すごい場面に立ち会って感動してる。あれ、エルサだよな。別人みたい。何か吹っ切れたのかな。あ、行ってみよう。覗き見なんて趣味が悪いわよ。ラクシーヌ、お前らこそエルサにつきまとって何が目的だ。へえ、勇ましくなったもんね。確かに私たちは彼女の動向に関心を寄せている。新たな純粋な光の心の持ち主、ニューセブンハート、それを探してるの。光の中で光を見出すのは簡単じゃないわ。だから相反する闇から見ることでその姿があらわになる。でもエルサは少し違うみたいね。見て、あの荘厳な氷の城、彼女が封じ込めようとしてきた力で築き上げたの。それは闇に通じる力。エルサが闇の力を使うはずないだろ。今はまだどちらともつかないわ。自らの捉え方次第ね。力をよこしまなものと捉えればそれは闇に染まる。そして彼女は自らの心を解き放つために力を受け入れた。果たして彼女の行く末は光か闇か、興味深いと思わない？お前たちの興味なんか知らない。エルサを闇に落とさせるものか。それは彼女の心が決めることよ。あんたは干渉しすぎなの。それじゃあモテないわよ。ラクシーヌ。男の子ならおせっかいばっかりしてないで、時には黙って見守ってなさい。ドナルド、グーフィー、大丈夫か？大丈夫。平気みたい。もう一度エルサに会って話をしないとな。氷の力のこととか確かめないとね。ああ。ラクシーヌで言われたことは言っちゃダメだよ。そうなの？秩序だからね。そう、秩序。ああ、わかった。うん？ちょっと待って。この音って。Thank you.
た。最高。とどめるか。
受けてみろ。なんだこれ、変なのが落ちてるぞ。青いのと緑、緑はいいね。あと黒、黒、あー黒も意外といいかもね。あれ、もう茶色のツンツンは合わないね。よいしょ。雪だるま。あれ、雪だるまがいなかった？雪だるま？うん、面白い雪だるまでさ、喋って歩いてたんだ。雪だるま歩くは偉いでしょ。それでも見たじゃない。夢だったのかな。
またどこかで会えるんじゃない？エリサのところに行くまでに見かけるかもね。あ、そっか、エルサに会いに行くんだった。行こう。